よろしく頼むぞ。3、2、1。さあ来ました、悪役令嬢。うん、あ、魔物呼びの笛ね。まあそりゃしょうがないわ。あんな連チャンで吹いちゃね。ああ、あのぐちゅぐちゅなってたやつね。あ、すげえな。けど、あ、経験だ。え、はい。いやいや、やっぱ99になるって大変だわ。死んでんじゃん、そしたら。いやいやいや、生やすんぬに動けないよ。おお、生えてきたらすげえけど。あ、中央貴族。うん。お、かわいい、なんか。うん。うん。またそんなことやってんの？よくないその空気。うん。ああ、そうなの。あの子には成長してほしいよね。魔王のこと考えると。いいて、そういうの。うん。ですよね。ああ、ユミエラが指導すんのかな、じゃあ。うん。いや、あんまスパルタしないでね。ああ、相性的にはやりやすいのかな。ん？考えることが全然真逆じゃん。うん。マドグ。耐久試験。いや、ユミエレが本気でなんか使ったら全部壊れちゃうんじゃないの？うん。うん。ああ、ゴフね。うん。ほう。うん。あ、じゃあ、あの人のあれ、あ、もうあれか？あ曲がってんじゃん。やっぱ無理なんだね。いや、さすが99。ああ。え、今、元通りにして直した。もう、こんななんだろうな、本来は。ウケんだけど。いや、マジで強えんだな。こんなさ、なんか、のっぺりしてるっていうか、おっとりしてるのにさ。99になるとね、こんなんで、あれができちゃうんだね。いや、てかこれ、この後本当に、みんな指導するって形にしてかないと、もうその魔王戦とかにさ、みんなのレベルが間に合わないんじゃない？そこら辺をパトリックとかがなんか理解して協力してくれる形になるといいね。で、一緒に過ごすうちに少しはね、なんか誤解とか誤解っていうか、なんか今の関係、まあ、これが少し改善するといいんだけど、もうさっきのあの王子たちがね、自分たちだけで全部倒しちゃうとかって話聞いてても、もう本当にどうしようもないんだよね。あの王様とかからは考えられないさ、なんかね、おバカな子たちだよね。まあせめてもの救いがその王様たちがまともなの。さっきの先生もそうだけど、大人がね、まあ、ちゃんとしてるっていうのがあってよかったんだけど。いや、これからもまたあれなんだろうな。また揉めて、いろいろ見てる僕たちはイライラしてっていうのがあるんだろうね。さ
話し相手ができる。ほう、またあれか、新キャラが出てくるのかい。まあけど弓矢にとっては嬉しいね。まあ、このタイミングで出てくるってことはこの子のことか。うん。また吹いてほしいな突然さ。うん。もう大人気なのかな、パトリック。うん。うん、何してんの？授業か。お、変わった。あ、パトリックか。パトリックだけか。あ、これで組んでくれるんじゃない？ユミエラなんかほら、もうぼっちだよ。来たー。もう誰も組みたくないんだよ、レベル99なんか。うん。みんな組みたいのかな。代わり？うん。いやー、ポーションの方がいいなー。あんな見た目になるなら。お？おお。え、かわいい。え、かわいいね。なんか扱い方わかってんね。ちょっとパトリック。確かに。もう何も言い返せない。いや、これどうなっていくかな、この二人。恋愛感情とか持つかね。よく通る。いやー、それってやっぱちょっと、ここのどこかでね、まだ分かってないけど、気になってるからじゃない？なんだその動き。そういうことか。素人的なことを表してんのか。なんか雑な動きだなと思ったら、また手あるじゃん。大怪我。またやんの。また見れるなんて。いや、どうなってんだろうね、あれ。モザイクの下。うん、いや、もう誰もいないよ、ユミエラの相手できる人なんて。いや、魔王、それちょっとまあこのシーズンじゃ見れないだろうね。そうだ、うん、ああもうこういう言い方しかできないんだよね。ほう、あ、それで、ほう、まあ、けどこうなってた方がいいんじゃない？妄想扱いでパニックになっちゃうもんね、本当だって分かったら。確かに。いや、冗談なの、本当にできちゃいますよ。ブラックホールだっけ。うん、気に入らん。いやー、ちょっと理解者になってくれそう、すげえ。弓枝から見りゃね。パトリック。ちょっと。
やばいやばい、ちょ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 い。ああ、ウキウキだ。いや、ちょっと手加減してね。大怪我させないでよ。もうやると思った、絶対。もう、わわわわわ、気絶しちゃってるじゃん。全身に どんななってたんだろう、今。あれ、もう服まで治っちゃう。そうなんだ。へえ。あ、じゃあちょっといいね、ポーションより。パトリックはそうだったかもね、もしそうなら。いやー、いいやつ。もうどんどんそういうこと言ってあげて。あ、考えちゃってる。おう、ユミエラについて考える。なるほど。まあけど普通に闇魔法がこの世界で使えたらね、隠すんだろうね。俺も変な目で見られるならきっと隠すと思うわ。おお、吹いちゃう吹いちゃう。 またやっちゃいましょうよ、スパルタ。あ 念をされると思った。いや、吹いてよ、やっちゃおうよ。いや、それはそんなこと。ああ、回復薬？ああ、で、魔物探してんのかな、みんなで。どういうの出てくるかね。ちょこーんって。暇。ああ、だろうな。何？嘘 そんな使い方できんの？ 意思があるってこと？あんなの。おお、水の中からもすげえ。トビウオみたい。ああ、いたたたたたた。てか、でかっ。ポーションでね。せめてこれくらい。そこわけのなんか気持ちいいらしいよ。やる。いや、見た目はあれだけど、すごーい。制服元通り、これ。いや、引かないで感謝しろよ。かわいいし、こんなの。いや、好感度上がっていかないね、学校の中で。また一人だし、なんか。いや、君の場合ギリギリすぎるんだけどさ。腕と、またやろうとしている まあ、それも正しいんだろうな。あ、これ服か？ソロで。いや、そうなるよね。
おお。どうする、これ。うん。そうだ。え、何？怖いよ、その発想。ちょっと。いや、思うからって、一か八かみたいな。笛だよ。吹いた。やってくれた。面白。あ、けどちょっと怒ったかな。はあ。いや、そういうところじゃないんだよね、今は。いや、けどこれがいいと思う。笛でもっとやってこう、レベリング。いや、そういうのは気にしてないって、そういうことじゃないんだよ。ああ。問題ないか。あ、そこ。いや、あるね、これ。この二人のラブストーリーも。ああ。いや、いいリーダー。なんかまたこのパトリックとかが調子乗ってるとか言って、あの王子とかにね、変なちょっかい出されないか心配だね。ユーシアだけじゃなく。いやー、今まで通り普通で、あなたらしくだよ。ちょっと怒られるかもね。ああ、入っていけない感じかな。褒められるのはパトリックばかり。ああ。いや、力また来てくれるんじゃない？いや、思える？いや、思えないんだろうね。お、なんだ。謝罪？いや、この子と仲良くなれそう？ああ、頑張って言いに来たんだろうね。だってあんな風に見えんだろうね。きっと。もう顔とか見えないんだろうね。出た！お前来んなよ。いや、それ言ったらお前らの行動も聞いてるんだけど。いや、違うよ。いや、こっちも言ってやれ、こっちも。自分たちばっか経験値上げてさ。腹立つ。ああ。もう今ここでこんな、やだ。いやもうどっか他の国行ってスローライフでも送っちゃえ。れた。まあ実際レベル上がってるだろうしね。いいぞ、頑張ったぞ、マトリック。
もういやー、せっかくなんか仲良くなれるかと思ったのにさ。まあけど、あんな見風に見えるんじゃ仲良くなれないかな。うん、気にしてる気にしてる、うん、そっちじゃないね。いやそうだね。こういうのあるよね。いやそれも大丈夫だよ。もうつけちゃよ。ああ、で最高じゃんこの人。自分でも分かってますってか。うん、すげえ分かってくれる、見てる。ねえ、こうやって話せたらね、パトリックと。いや、解決だ、すべて。かわいいよ。ちょっと表情あれかな。明るくなってた感じあったかもね。いいなぁ、いいなぁ。友達でいいの？うん。いやいやいや、てかもう友達だって。今の段階で大丈夫だから。いや、で、これは？あれ？こんなだったっけ？最初。え、こんなんなるの？この二人。あのまんまじゃさ、この子なれないよね。そっちの話はどうなるんだろうね。今回出番なかったけど。もう他のあのバカな奴らも出てこなかったじゃん。取り巻きの連中もさ。いやもうあの王子出てくるたんびにさ、もうタイミング本当にアリシアと話させてよ。いやけど少しなんか評判が落ちてるみたいで。ざまあだったね。いやけどそんな子が好きなんだもんね。あなたもね。いやてか今回は、パトリック本当にいいやつだったなーっていう、すごく株が上がった回だったね。いやー、あの子もね、髪の色で子供の頃は辛い思いしてたんだね。そういうのがお互いにね、またわかるっていうところがお似合いなんだけどなー。いやー、これちょっと今シーズン、まあ、これで完結するわけないだろうから、まあ、それでどこまで二人の距離が縮むかだね。はい、というわけでね、今回のエピソードです。皆さんの感想だったり、僕のリアクションに対するコメントをお待ちしております。また動画の高評価、チャンネル登録まだの方はね、ぜひチャンネル登録していただいて、引き続き楽しんでください。以上、動画部凸がお送りしました。